駅に入線駅終点ホーム新清水駅は静岡県静岡市清水区相生町にある静岡鉄道静岡清水線の駅、同線の終点である。駅番号は S15。1975年までは駅前を同社の路面電車が走っていた。3面2線で1番線の校舎ホームとなる対向式ホームと1.2番線に挟まれた。 島式ホームからとなる串型ホームである。かつてはさらに2番線と3番線との間にも島式ホームがあり、現在は使用されていないがその形は留めている。また留置線後の河川が長らく残されていたが、近年になって撤去された。清水市内線の連絡線は駅前の道路で横砂方面と港橋方面に分かれるデルタ線を形成していた。 直通運転は行っておらず、車両基地への車両回送や夜間等の留置線として使用されていた。改札口はかつて、清水市内線が走っていた国道149号線に面する大きな改札口と、新静岡側の主導に出る小さな改札口がある。ホームに入線する手前、踏切の先から速度制限が時速25キロメートルと極端に下げられた。 急なカーブと勾配が存在する。かつてはこの踏切の位置に両当たり線が存在したが、線形電車の導入時に、この位置では通り抜けることができないため、共栄川橋梁を渡った新静岡側に移設されている。このため、新清水駅に入線する電車が、鉄橋の手前で信号待ちをして入線することがある。事実上この両当たり線と駅までの区間は、 単線並列区間となっている。このカーブでは列車の通行時にレールと車輪がきしむフランジ音がかなり大きい音で発生していたため騒音低減を狙ってレールに水をまく散水装置を設置していたことがあったがほどなく撤去されている。なおこのともえ川橋梁は静岡鉄道が協力してロケされた映画 B バップハイスクールにおいて 電車内での乱闘の挙句に走行中の電車のドアが開けられ川に転落するというスタントシーンが撮影された場所である。便所は改札内校舎ホームの東側、機動車止め前付近にある男女別の推薦式。なお駅舎は2008年まで2階建てのテナントビルであったが、テナントとして入居していた店舗が退居して、空きテナントとなった区画が多くなったことと、 建物の耐震補強のため、現在の駅舎部分を残して2階部分と駅舎の南側を撤去し、改装の上、取り壊したトナント部分をファミリーマートの店舗敷地に提供している。同時にトイレの周辺も改装された。写真を参照のこと。旧清水市の中心に近く、東海道本線の清水駅との乗り換え駅でもあるため、利用者が多い。 静岡県統計年間及び、静岡市統計所によると、2018年度の1日平均乗降人員は6392人で、ある。この乗降人員数は、静岡清水線全15駅中3番目である。なお、同統計によれば、近年の乗降人員は、以下の通りである。静鉄ジャストラインのバス路線がある。路線名の前の数字は、幕番号である。 またイスパルスドリームプラザの送迎用無料バスが駅前から発着している。駅向かいのホテルサンルート清水から100メートルほど南下した位置にある乗車専用のバス停となっている。ありがとうございます。